フェラーリオフィシャルサービスセンターオートスペチャーレでございます。ミッドリアエンジン搭載の車として世界で初めてリトラクタブル式ハードトップを採用した458スパイダーをご紹介いたします。 V8-4497cc 570馬力の比類なきパフォーマンスを発揮するエンジンを搭載したこのお車はオープントップ状態であってもドライバーに極めて官能的なサウンドをお届けすることができます。またウィンドストップを少し下げることでさらに素晴らしいサウンドを楽しんでいただけます。クローズド状態のキャビンはかつてないほどの快適性を提供するとともに、二分割されたルーフはわずか14秒でドライバーの頭上に青空が広がり、エンジンサウンド、スピードを肌で感じ、コックピットに流れ込む外気の香りをも楽しむことができる一台となっております。ベースのスタイリングについてはフェラーリのほとんどの車両のデザインを手掛けるピニンファリーナが行い、先端が長く低いボンネット、滑らかな稜線を描くルーフ、隆起したフェンダーなどといったフェラーリミッドシップモデルの伝統を受け継いでおります。テールランプは上半分が露出しており、この衣装はエンゾフェラーリや F430 から踏襲されております。エクステリアの中でもひときわ目を引くルーフ後方の膨らみにより、ダウンホースを向上させることにより458イタリアと同程度のエアロダイナミクスを得ることに成功しています。走る喜びを肌で感じられる極上のオープンエアモデル、ぜひご体感ください。